モンタ、これをつけろ。これでいいんすか。おお、サンキューモンタ。おお、じゃあ SDBH 研究所チャンネル。イエーイ。気取りたくなるテーブルが確かにすごい。今日なんかいつもの雰囲気がね、はい、いつもとちょっと違うバンダイナムコエンターテインメントさんのスタジオに来ております。お邪魔してます。今日はですね、なんと、はい、本日から発売開始のスーパードラゴンボールヒーローズワールドミッションで遊ぶということです。やんだー、はい、やりたいということで、はい、はい、おなじみの、おなじみのあの方々を、あの方ですね、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。どうもどうもどうも。お久しぶりです。なんか、あ、自己紹介じゃあ、お願いします。はい、バンダイナムコエンターテインメントで、ワールドミッションの担当をしております、チャオスケと申します。よろしくお願いします。チャオスケ、チャオスケ、タカノブラックです。よーし、よーし、イエーイ。あの2月22日放送回でですね、はい、遊ばせていただいたんですけれども、いや、ありがとうございました。その時に出た、チャオス、チャオクモじゃなくて、チャオクモ、チャオクモはちょっと存じ上げない。 やばい、これ絶対スーパーチャオス王決定戦で優勝してチャオクモなかったことになってるんだよ。そう、伏線を回収しましたね。そういうこと。隣にいてもなんとなく違うんですけど、いや、圧倒的にシュッとしましたよね。今日はこちらの告知で、はい、そうですね、はいはい、ちょうど本日発売ということで、はいはい、前回の皆さんにカードを作っていただいたので、はいはい、今日はちょうどそれを使ってですね、うん、実際にプレイをしていただこうかなと。いいんですか、あれ使わせてもらって。もちろん愛着しかないんだと思って。使いたい使いたい、ずっと言ってましたからね。本日発売なんですけれども、今なら、早期購入特典でこちらのですね、SRQ カード。おお、すごい、ついてきます。はい、しかもライン、あ、わ、来た、シーラス、シーラス初登場ですよ。そうですね、これもう常にあのデータカードとして使えますので、なんと、使いたい、はい、なるほど。ぜひ今日から使っていただいて、プラスですね、あとゲーム内の方でも UR カード3枚早期開放できるようになっておりまして、孫悟空と、ベジータとジレンですね。ジレンですね。いい3枚ですね。でいいな、今日は特別にそちらもちょっと使っていただこうかなと。すごい、大盤振る舞いじゃないですか、はい、誰がやれるんですか。あ、でもまあ、うん、さんが作ったカード。いや、いや、もう当然でしょう。先輩の圧が、高野ブラックが、はいはい、今日はなんとですね、そのモンタさんが作ったカードを含むデッキに対抗するべく、はい、最強です。え、最強ミッション、ミッション、ミッションが作れるんですね。そうなんですよ。でも完全にオリジナルのミッションでできるっていう、はい、ってことはびっくりすると思います。マジっすか、そのキャラがそうなる。じゃあもう、ね、高野ブラックの性格がまんま出る。すごい、いろいろトリックが入ってるので。いや、マジか、なるほど、すごい、いや、はい、早く見たい、楽しみ、はい、早速チャレンジしてもらいたいと思います。はい、行、はい、きましょう。早速ですね、ゲームスタートしてもらえればなと思います。はい、はい、もうすでにあの、はい、モンタさんのアバターははい、準備されております。レベルが低い。今からめちゃくちゃえげつないミッションを遊ぶのに、これでやったら確かに。頑張りましょう。頑張ります。はいです。はい、クロード中はこうやってヒントがどんどん流れていくので、はい、なるほど、まあ、この間も勉強できるような仕様になっております。はい、おー、まあ、すごい。これが本作のロビーになりますね。ヒーロータウンと呼ばれる、ヒーロータウン、ここからいろんなモードに移動することができます。あ、ここの街を巡ってもっちゃ走り回ってる、はい、むっちゃ走り回ってます。でここをまっすぐ行くと、はい、ヒーローラボと呼ばれるところに行って、あのストーリーの方に、うわ、かっこいい、すごい。実はここの家具全部あの、はい、カプセルコーポレーション製ということで、この自動掃除機もこれピントン風になってる。本当だ、そう、これ発売しないかな、リアルの世界で。あの上 の, あの、はい、ホープ の, あのタイムマシンも本当だ、あれが、加湿器に、あ、なってる。細かー。こういうふうにいろいろ歩き回りながらも楽しめるようになりますと。ちなみに下に見えてる BGM 設定っていうところがあると思うんですけど、X、はい、これを押してもらうと、まあ、はい、このモードで BGM を変更できるようになってるんですね。で、さらにですね、これちょっと下行ってもらうと、
はいはいはい、でーっと知ってる曲がいっぱいありますよ、いっぱいある。実はですね、こちら、本日からちょうど配信になっております、アニソン&BGM パック、DLC を今特別に入れさせていただいておりますね。楽しい、はい、楽しい。そうですね、説明はこれぐらいにして、ね、早速行きましょうか、はい、高野の作った最強ミッションの方に、はい、じゃあプラスボタンを押してもらって、はい、アルキムスのモードも移動できるんですけど、はい、このスイッチからも、はい、移動できるようになっております。で、いろんなモードに行けるんですけど、今回は、はい、クリエーションモードですかね。はい、これ。はい、こちらのミッションエディットに行っていただければ、はい、設定してありますので。君の好きなミッションを作ってみよう。はい、編集で。で、完成を押して、こちらは自分でミッションを作成して、はい、この自分で作ったデッキに入れなければ配信が、はい、できる。なるほど、なんと、とんでもなく強いやつだ、ダメってことですね。そうなんです、強すぎてもダメですし、そうです。で、このカスタムデッキが自分が作ったカードを入れつつ、はい、デッキを作れるので、これ、はい、こちらでお願いします。で、もうすでにですね、わかりますか、今回あの早期購入特典の使えると聞いたんですが、はい、UIL カードをすでに入れておりますので、はい、そちらを、まあ、使っていただきつつ、残りはモンタさんの好きなキャラクターを使っていただければなと。アクセサリーとかもこれはあのカスタムデッキなので付けられるんですよ、はい、アクセサリー特殊といったちょっと強化する、はい、4種類こう分かれてるんですけど、はい、パラメーターと必殺技と特殊と、はい、それぞれ付けられるので、はい今強いのを選んでる。今バレた。バレた。バレました。HP 上げようっていうコンタクト。はい、ちょっととりあえずアバターがいないんでちょっと HP がね低かったんで。はいはいと頷きながらも。じゃあこの辺で行っちゃいますか。はい。で、決定で上がったものは矢印。はい。なるほど。いやもう、あ、アーケードのあの上下の画面が一つになってるんですね、はい、じゃあ早速、はい、行きましょう。よし、HP が上げられたのはでかいな。ちょっとありましたよね。あ、アプリがない。ちょっとアプリはアプリはアプリがね、調子乗んなよと。ちょっと HP 盛りすぎました。綺麗ですね。画質も結構綺麗です。うん。画質がいい。いやー、なんかね、いけそうな。あ、でも綺麗だな、やっぱモデルも。そうですね。うん。なんか。はいはいはい。なんかすんごいアビリティが一覧の目から。バトルアプリのボーナス135しかない。あ、なんとなく分かったな。なるほど、こういう。あ、間違えた。確かに。あ、普通に A ボタン押しちゃった今。まあ大丈夫です。まあまあまあ。でも私が作ってある方はラウンドでどういう出し方をするかももうすべて決まっている。BGM 等もすべて設定できます。さあ、さすが。いやいや、応援も結構食らいますね。必殺技なしで結構な、はい、ダメージあるので。おお、いやいや、パフェ。さすがですね。いやもう関係ですね、筐体だろうが、筐体だろうが関係ない。おお、筐体だろうがスイッチだろうが関係ないですね。だから逆に言うとその兄弟と同じ遊び心地でいけてるんですよね。確かに、確かに、チャージインパクトとかも筐体をしっかり再現させていただいてますので、決まっちゃうかもしれないですよ。必殺技発動できちゃいます。おー、やばくない。やってました。やってない。やってない。あと10万あるんじゃないですか、このガード。いや、いい。 HP は低い。あ、これモンタさんが作ったカードですね。ああ、そうだ、そうだ、だから全力無駄だけっていう。今なんかバグったとか。どうして呼吸とか。
設定してますか。あ、そうだ、しかも、あ、そうか、モンタのあれだ、アビリティがね、そうです、そうです、暗黒化名誉とヤムチャのアビリティを使ったんで、ヒーローエナジーが1枚で変わるな。いや、もうめちゃくちゃいいんじゃないですか。え、もう勝てそうな気がする。そう、しかもこれ、暴走悟空です。あこれはダージインパクトが大したことないっすね。あその辺も設定できるんですか。そうです、できます。あ、チャージインパクトせ、あ、舐めてもらっちゃう、これ壊しますよね、本当に。ちょっと舐めてました。いやいやいや、ちょうど今朝ね、強すぎるかなって言ってちょっと微調整しすぎた。ちなみにこれ、あの今テレビモードでやってるんですけど、はい、あの携帯モードと、はいはい、タッチパネルで移動させたりできるので、なるほど、はい、より筐体に近い感じで、すいません、全員前に出したいんですけど。その場合は Y を押していただきますと、で、全員が便利、ぐるぐる、すごい便利です、ね、この機能も入ってます、はい、でもかわいい押してもらって勝ったかもしれないです。あれ勝ったかもしれないです。なんですけど。あ、でも。でもでも。え？まだまだ。まだまだ。いっぱいこれからですから、ね。あ、マジ。まだまだ負けません。交代しましたね、今。ちょっとわかんない現象が起こったんですけど。こういったこともできるので、キャラを変えられちゃうんですよ。なるほど。なるほど。あ。おわおお、すごい、はい、なるほど、できたりもするので、なるほど、はい、おこれはよいしょ、ゴッドの G! G! これも2画面か1画面になってなってますね。全然違和感なかったな、今違和感ないですね。はい、きたー、身勝手のゴッドカメハメハ、早期購入特典。いや、いいですよ、勝てそうだな、なんか押し切れますかね、押し切れそうだな、はい、うん、あー、なるほど、いやもうね、止めてくるな、赤石剣ほどの技を食らわせてやる、さっさとくたばりやがれ、ガンダムトップ、おー、出ました、出ましたよ、おバグったかと思った、バグったかと思った、マジで。おー、いや、止めますね、止めるなぁ、うわっ、うわっ、いやいやいや、全然、いや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 、もう、いや、もう、その子はどうじゃない、優しくすぎましたね。いやいや、もう全然ですよ、うちのモンタさんは、はい、まあ、強すぎましたかね、僕は。はい、ありがとうございます、はい、ということで、どうでした、楽しかったですか。めっちゃ楽しかったです。いや、楽しそうでした。はい、初めてね、あの作ったカードを、実際にバトルでも使える、あの残念ながらオンラインでは使えてしまうとちょっと、はい、まあ、はいはいはい、バランスも壊れてしまうので、はい、まあ、あのストーリーだとかクリエーションモードでは、使えます。あ、なるほど、はい、ものになっておりますので、今日から発売ですので、はい、ぜひ皆さん楽しんでください、はい、もうね、今日あの帰り買って帰ります。あ、みんな買って帰ります、はい、ありがとうございます。で、まあちょっとね、お金が足りないよみたいな人ももしかしたらいるかもしれない、いるかもしれない、おごり、いやいや、そうそう、そんな、いや、でもお金なくても大丈夫なんですよ、はい、そんなことあるの、というのも、はい、実は3月28日からですね、はい、無料体験版の配信中になっております。そんなもん、すごい、はい、まあ、ちょっと内容はゲットされてるんですけど、はい、まあ、それでも十分ね、楽しめる、はい、体験版ミッションという新たなミッションも追加しています。普通にあのバトルが楽しめるんですか。あ、そうです、はい、チュートリアルと最初のストーリーモードとかの方も遊べちゃう、すごい、やったい、盛りだくさん。2月21の時にモンタさんにやっていただいたのカードエディットを、はいはい、できちゃう、できる、カードエディットもできちゃうんですか。できちゃう、あ、今すぐやりたいっす。そうですね、もう e ショップからすぐダウンロードできる。あ、なるほど、もし迷ってる人はね、無料版でやって、そうですね、絶対面白いから、はい、はい、配信された動画とか、あと、ワールドミッションの PV なんかはあの説明欄に
あのリンクいっぱい貼ってますので、はい、これからね買おうと思ってる方はそちらをチェックしていただいて、ね、はい、最新情報をね、ゲットしていただきながら、はい、ありがとうございました。バイバーイ。 SDBH 研究所チャンネルではスーパードラゴンボールヒーローズの最新情報や最新カードでのバトルやグッズの紹介など毎回盛りだくさん。チャンネル登録お願いします。